はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっといつもの大食いとは違いまして、僕の地元、足立区ですね。ここの、もう本当に、おそらく一番有名店なんじゃないかというお店をですね、皆様にご紹介させていただこうと思います。で、今日ね、撮影するお店なんですけれども、僕にとってもね、ものすごくちょっと、ゆかりのあるというか、思い出のある名店でして、昔ね、ちっちゃい頃、親父とかにもね、連れられて食べに来たんですよ。思い出深いお店でございます。で、こちらですね。本日お伺いするお店がラーメン和久井さんということで、ここら辺はですね、まあ、環七ラーメン激戦区ということで、1990年代頃かな、ラーメンブームで、いろいろなね、有名店が、もうすぐ後ろの大通りにいっぱい連なったんですけれども、当時はね、本当に行列が毎日できている、そんなね、人気店でございまして、いわゆる背脂ちゃっちゃ系のラーメンとなっております。でね、本日は撮影の約束させていただいておりますので、早速ね、店内に入って僕のその思い出のラーメン食べていこうと思います。失礼します。はい、ということでですね、ただいまこの和久井さんの店内に入っております。まあ、ちょっとね、今日はいつもと違ってこのカメラ1台だけで、ゆっくりとね、お届けしようかなと思うんですけれども、こちらの和久井さんね、基本的には口頭注文で後生産って形でして、メニューはね、結構あるんですよ。本日はですね、もちろん通常の醤油ラーメンをね、食べていこうかなと思います。それでは注文お願いしていいですか？はい。醤油ラーメンの大盛りで、チャーシューと卵をトッピングの、ライスも大でいただいていいですか？はい、お願いします。でも本当こちらの和久井さんね、もう何年ぶりか僕もねわかんないぐらいの久々の来店なんですよ。当時はですね、もう本当に親父の言われるがまま、まあ、僕がね注文するわけでもなく、これを食っとけばいいんだよみたいな感じでね親父が注文してくれてたんですけれども、子供の頃来てたラーメン屋さんで初めて自分で注文するっていうね。ちなみに皆さんもこの子供の頃さ、親に連れられて行ったような思い出のラーメン屋さんとか、飲食店さんってありますかね？大人になるとなかなかね行かなくなったりすると思うんだけれども、まあ、ぜひね大人になった今だからこそ改めてねちょっと行ってみてください。今僕はねすごく感動してますすいません、ありがとうございます。すいません、いただきます。うまそう。来ました、思い出のラーメン。本日注文したメニューがですね、こちら醤油ラーメンに大盛りでチャーシューと卵をトッピングさせていただきました。早速ねいただきます。あー、まあうまっ。この醤油感とね、乾物の効いた旨味で、そこにかかる背脂と、うまいなあ。ちょっと麺いっちゃうか。またこの麺がうまいのよ。しみるな。いや、しみるな。今日はねそんないっぱい注文してすっごい大食いするとかっていうわけじゃないから、せっかくねこういう思い出のラーメン屋さんに来たし、いろいろとねお話をしようと思ったんだけど、胸にこみ上げてくるものがあって全然喋れないわうん、うまっ。チャーシュー行きたいんだけど、見えますかね、これ箸で持ってないぐらい柔らかいのよ。これが絶品なんですよ。こんなにね、口に入れた瞬間ほどける煮豚はないよ。うん、うまっ。水が美味しい。でね、こういう醤油ラーメンにはこのメンマがすごく合うんですよ。だからせっかくなんで、このチャーシューとメンマを絡めたこの一口でいきましょう。そういえば、うちの親父にね、こう連れてきてもらった、そんな思い出のあるラーメン屋さんってお話ししたんだけど、うちの親父ってね、大抵そういうことを覚えてないんですよね。絶対に今度実家に帰って、いや、この前和久井さん行ってきたよと、懐かしかったなーって、父ちゃんの思い出のお店だよなんて言ったら、俺連れてったっけって多分ね、言われると思う。まあでも、親父ってそんなもんだよな。いや、もうちょっと今日はね、これで最後。これ個人的にはあんま味変しないんですけど、最後はね、この胡椒を混ぜて、このピリッと辛みの効いたスープで締めるのが最高なんですよ。ああ、うまっ。すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。またちょっと実家戻った際には親父連れてきます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ということで、最高だったな。なんかもうなんか言葉が出てこないのよ。活動を始めた頃の、ラスカル新井という名前での原点としてはね、いつもお世話になっているジラフさんとか、いろんなね、店舗がありますよ。ただですね、僕個人、新井義人としての、人生の中ではですね、本日伺った和久井さんが、原点のラーメンです。なんか、懐かしくなる、最高のラーメンでございました。本当にね、以前からこの環七通りっていうのはラーメン激戦区ということでね、いろいろと人気なラーメン店さんでも入れ替わったりとかもしてるんですけども、いやこのね、ラーメン涌井さんには、本当に長く、末長くね、営業していただきたいなと思います。まあ、皆さんもですね、足立区に来た際にラーメンが食べたいと、どこへ行こうかなと悩まれた際には、一度ですね、この僕の思い出のラーメン屋さん、涌井さんで美味しいラーメン食べてみてください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。こちらですね、僕の本当に歴史というか、原点というね、まあ、そんなラーメン屋さんでございました。涌井さん、いかがだったでしょうか？いや、マジで美味しかったわ。もう本当にね、小学生の頃連れてこられて以来だったので、まあ僕の中ではこう20年ぶりぐらいかな、に来店させてもらったんですけれども、やっぱりこう、子供の頃の記憶ってさ、思い出補正としてより良い記憶になってるというか、ハードルが上がってるんだけれども、やっぱりね、それ以上のいいもの、美味しいものを提供していただいてですね、もう最高のこの、なんだろう、思い出旅というか、そんなね、撮影となりました。気になる方はですね、足立区方面に来た際には、ぜひこの涌井さんで歴史のある美味しいラーメン食べてみてください。で、本日の雑談コーナーといたしまして、この直近で2本連続ぐらいかな。直近ってか1個挟んでるかもしれないけれども、ガデュさんとね、一緒に、まあ、山梨の方にご飯に食べに行った動画、花富士食堂さんと、戸川さんかの2本をね、上げさせていただきまして、そちらのコメントの方にもですね、ガデュさんと一緒に行ってくれて嬉しいとか、動画ね、2人で出てもらって嬉しいなんていう、そんな僕にとっても喜ばしいコメントをたくさんいただきました。もともとですね、このガデュさんとは、もう YouTube を始める前か、ガデュさんがデカモリングというね、今でもやっているブログのみで活動している時期から仲良くさせていただいて、もう本当に今ではこう飲み仲間というか、普段からですね、僕も家でラーメンを作ったりするんですけれども、その際に来てくれたりとか、普段からね、講師ともに仲良くさせてもらっている、まあお友達、先輩っていう感じでして、うん。いや、なんかね、そういう、仲良くしてる人がね、出た時に喜んでもらえるのは嬉しいなと思います。で、ただですね、まあ、こう、友人とね、一緒に、まあ、同じ仕事をしてるから気になるお店をね、一緒に行ったっていう感じなだけで、特にね、このコラボ動画っていう感じではないからね、あえてこう、動画をね、概要欄の方に載せてなかったりとかしながらも、一応ね、カードみたいな感じでガデュさんの説明をした時にね、画面の右上にそのガデュさんが食べてる動画なんかも出るようにはしてたりするので、気になる方はですね、ぜひガデュさんがやっております、動くデカモリング、そちらのチャンネルの方も見てください。で、ガデュさんとはですね、もうすでに7月で、また改めて山梨の方に一緒に行こうかなんていう企画もね、すでに練っておりますので、ガデュさんとの動画、ぜひですね、来月も楽しみにしててください。ということで、本日の雑談コーナーはこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。